キャロル・シンデルは、アメリカ出身のバイオリニスト、ポートランド州立大学教授を歴任。ジュリアード音楽院卒業。7歳より、ジョーゼフ・ギンゴールドに指示を、始め、わずか1年後に、アメリカを代表する、クリーブランド・オーケストラとモーツァルトの、バイオリン競争曲を共演し、花々しいデビューを飾る。その後、最年少ソリストとして11歳で、指揮者、ロバート・ショート、 クリーブランドオーケストラとメンデルスゾーンの競争曲を共演。この共演の成功により、多数のリサイタルやオーケストラの共演の機会を得る。1962年、シンデルはバイオリンの王と呼ばれるヤッシャハイフェッツに指示を始める。有名なインターナショナルブロードキャストで放映されたザ・ハイフェッツマスタークラスに出演し、好評を得る。ジュリアード音楽院に在学中、イヴァン・ガラミアン。 エリカ・モリーニなど有名奏者の影響を受ける。名国祭コンクールにて第一位を獲得。1974年のニューヨークカーネギーホールでのリサイタルゴソリストとして世界的に活躍中。また、国際的な音楽祭にも招待されている。ポートランド州立大学教授を務め、数え切れない才能ある生徒たちを輩出させている。ありがとうございます。